皆さんこんにちは、キリのパパと一緒ほんわか育児相談室です。第15回の今回は、同世代の子供との関わりはいつ頃から持たせるべき、支援センターなどの施設には積極的に出かけていくべきという質問です。では早速お答えしていきましょう。同世代の子供との関わりはいつ頃から持たせるべきという質問を皆さんからいただきましたが、どうして同世代の子供たちと関わりを持たせたいのかと聞かれたら、皆さんならどう答えますか？子供の社会性を育みたい、だから他の子供とも関わりを持ってほしいっていうふうに考えるパパやママが多いんじゃないでしょうか。ここで言う社会性というのは、自分の気持ちや考えを周りの人に理解してもらえるように、様々な方法で伝えることができる力というふうに考えます。聞くとか話すとか従うとか、周りの人とね、うまく関わっていくための基礎的な力ということを前提にお話しさせていただきます。その基礎的な力をつけてもらうこと、育てることで社会性を育むことにつながります。他の子と関わりを持つ場面は、子供だったら遊びの場が主になりますよね。子供の遊び方って発達段階によって違いが見られるんですよ。ママやパパの他の子とたくさん遊ばせてあげて、社会性を育ててあげたいという気持ちは自然なことですよね。でも1歳頃から3歳頃までの幼児期に無理に社会性を教え込まなくても問題ありません。まずは2歳頃までのお子さんの場合、この頃のお子さんは一人遊びと言って、一人でね、おもちゃを相手にね、遊びます。おもちゃの取り合いをね、する以外は基本的に他の子供と関わることはなくって、自分の遊びに熱中する感じです。3歳頃になると並行遊びが見られるようになります。例えばみんなでお絵かきや折り紙をしたりと同じ遊びをしているんだけど、その中で子供同士の関わりはなくって、個々にね、遊びが並行して行われてるという感じです。でもこの頃の子供たちは一緒に遊んでるっていう感覚があるんですよ。お家で〇〇ちゃんと遊んでんって教えてくれることも増えてくると思いますが、実は隣で遊んでる子が誰でも同じ遊びを始めたりしても、あんまり子供からしたら関係はありません。他の子供に干渉したり協力したりっていうのはまだ見られない子の遊びなんですね。それでも一緒に遊んでるっていう感覚があるという点で、2歳頃までに見られる一人遊びよりかは社会性がちょっとね、育ってるっていう風に見られます。こんな風に3歳ぐらいまでは子の遊びを楽しんでいるんですね。これはお家であっても、保育園であっても、幼稚園であっても、どこであっても同じです。うちの子一人でずっと遊んでるんですけど大丈夫なんですか？っていう質問を園でもね、親御さんからよくいただくんですけど、全く心配いらないし、これで十分なんです。3歳ぐらいまでは今後身につけていく社会性のね、階段をこう一歩ずつ登っていってるというふうに考えてください。そんな成長を経て土台がね、作られてくる3歳から4歳くらいの時期で構いません。徐々に社会性を身につけるように、パパやママもね、目を配ったり手を貸してあげたりしてみてはどうでしょうか。この時期から同年代の子供との関わりを持たせて増やしていくことで、社会性がしっかりと育つと思います。保育園とか幼稚園では年の近い子供とか、あとは先生しかね、関わりがないので、関わりの多様性を持たすということであれば、児童館や子育てセンターなど、いろんなね、人と出会える環境に積極的に連れて行ってあげることもいいと思いますよ。でもコロナ禍の今はやっぱりね、ちょっと心配ですよね。コロナ禍の今は親子の時間を楽しめる時間が増えたというふうに、逆にポジティブに考えて、今しかない時間を楽しむのもいいかもしれませんね。
皆さんいかがでしたか？感じたこと、思ったこととぜひコメントで教えてください。まだまだ僕も勉強することばかりですが、一緒に子育て頑張っていきましょうね。それではバイバーイ。キューちゃんここ見てほら。バイバーイ。